知覧茶の魅力は、かぶせによる深い緑と深蒸しによるコクのある旨味です。私たちが知覧茶の魅力をお伝えします。ハッシュタグ鹿児島、高校生が地域課題の解決に挑む知覧茶の魅力を発信する若い力に注目します。栄高校では昨年度から地域社会において主体的に考え行動できる人材を育成するプログラムを実施しています。テーマは南九州市の基幹産業チャン業。地域の企業団体などと連携協働した学習実践に取り組んでいます。今回生徒たちはどのようなことに取り組んできたんでしょうか。はい、生徒はチランチャーをテーマに課題解決型学習をしてきました。お茶農家さんがどのような悩みを抱えているか直接聞き取りをして、班がそれぞれの課題に着目して自分たち高校生に何ができるかっていうのを考える学習になります。1年生から3年生まで班ごとに茶農家が抱える課題の解決に取り組みます。1月、それまで各班が取り組んできた内容についての発表会が開かれました。 1,2 年生は自分たちが考えた企画やその目的など具体的な内容を発表しました。プロジェクトではどのようなことに取り組んできましたか。はい、生産者の方にお話を聞き SNS などを通して情報発信をするという点に取り組みました。私はお茶について知らなかったことがたくさんありました。実は知覧茶は全国的に知られていなくて、情報発信など私たち高校生でもできることがあるんだと気づきました。3年生は知覧茶の認知度向上に向けた商品開発班と、担い手不足解消を目指すライブ配信班に分かれて取り組んできました。一番茶の魅力を広めるための商品を考案したこと、移住・就農希望者向けのライブ配信を行ったことについて感想などを発表しました。これまで地域との連携や協働の中で新たな発見、そして学んできたこと、どんなことでしたか。私たちは生産者さんが一番飲んでほしい一番茶を飲み比べセットにして販売しました。外部との関わりや一番茶についての魅力を改めて感じて、とてもいい経験になったと思います。栄町で製茶業を営む小磯さん、生徒たちと茶農家の課題解決に取り組んだ生産者の一人です。生徒たちと一緒に取り組んできていかがでしたか。そうですね、2年間一緒にやることになったんですけど、すごく楽しい時間ではあったと思います。いろいろお茶の話だとか、その困ってることとか、話していくうちに、やっぱり本人たちもなんかすごくお茶に興味を示してくれたことに対して、すごく嬉しかったですね。生徒たちには今後どのように生かしてほしいなって思いますか。はい、この経験を生かして知るっていうことを大事にしてほしいですし、いろんなものの見方ができたりとか、これからの経験に生かしていってくれたらなって思います。あと、そうやって支えてくださってる方への感謝の気持ちを絶対に忘れないでいてほしいなっていうふうに思います。こんにちは、南です。ここからは鹿児島県からのお知らせです。県歴史美術センター黎明館では、開館40周年記念展黎明館の至宝を今月25日まで開催しています。今回初公開の江戸総攻撃を前に、篤姫が西郷隆盛に宛てた書状天璋院書状をはじめ、国宝や重要文化財など18万点を超える収蔵資料の中から、普段展示する機会の少ない資料やコレクション、学芸員一押しのお宝などを展示しています。黎明館の至宝をぜひご覧ください。詳しくは黎明館へお問い合わせいただくか、県のホームページをご確認ください。
続いてはこちら。みんなの森づくり県民税は、健全な森づくりや県民の皆様が森林に触れ合う体験活動などに活用される税金です。個人の方は年額500円が、法人は法人県民税の均等割額の 5% 相当額が、みんなの森づくり県民税としてそれぞれ県民税に加算されます。皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは税の仕組みについては県庁税務課へ、税の使い道については県庁環境林務課へお問い合わせいただくか、県のホームページをご確認ください。県教育委員会では、県内の中学・高校の生徒などを対象に SNS 相談・通報窓口を開設しています。 SNS 相談窓口では、友人関係や学校生活、家族に関することなど、身近な人にはなかなか言えない悩みを相談員にチャット形式で相談できます。また SNS 通報窓口では、いじめの目撃情報などを24時間いつでも受け付けています。いずれも匿名で利用でき、秘密は必ず守ります。一人で悩まず気軽にご相談ください。詳しくは県のホームページをご確認ください。そしてこちらの情報を、県が運用している原子力防災アプリをご存知ですか。アプリをスマートフォンにインストールすると、万が一原子力災害が発生したときに避難情報などをいち早く受け取ることができます。また平常時にも現在地からの避難経路を検索したり、最寄りの測定局の空間放射線量を確認したりできます。アプリは画面上の QR コードまたはアプリストアからダウンロードできます。詳しくは県庁原子力安全対策課へお問い合わせいただくか、県のホームページをご確認ください。以上、鹿児島県からのお知らせでした。ハッシュタグ鹿児島、来週のこの時間に